皆様こんにちは。ただいまのビデオにもありましたように、教師様のブラジルご殉教に私も同行させていただきました。日本の方々は去年おととしのいろいろな教団の動きの中でいろんな情報が不確かであったりとか不安な思いを過ごされたことと思います。でもブラジルの方々は日本の真反対にある国ですから、さらに情報がなかったり不確かな情報であったりという不安な中で過ごされていたことと思います。ブラジルの方々はその状況にあっても皆様と同じようにイエス様の御心は教師様を通して伝えられるんだと、教師様と共に歩みたいというその一心で立ち上がられたと思います。この度ブラジルに行かせていただいて本当に強くそのことを感じさせていただきました。ビデオの感謝報告にもありましたけれども、女性のコンセイサオさんの報告がありましたね。周りに誰もいないと、ただ一人で教師様を信じて立ち上がられたというふうにおっしゃってました。それは私が感じたのは、日本で言えば東方の光教区の方々は本当に四面楚歌のような状況にあって、でも教師様と共に歩みたいということで、さまざまな迫害等あったと思いますけれども立ち上がられた。そして、男性のもう一人の方のご報告がありましたね。条例センター長だった方、彼は条例センター長であったけれども、ブラジル救世教から首にされて、そして施設を追い出された。だけれども信徒の多くの信徒の方々が彼と共に歩む決断をした。これは私は日本で言えば伊豆の目教区の多くの教会長、条例センター長、専従者、またそれにつながる信徒の方々と同じような思いであったと思います。そのようにしてブラジルと日本で同じような思いで多くの信徒が立ち上がったと思います。しかし私が今思うのは、忘れてはならないと思うのは、今回の今のビデオにもあったようなブラジルご殉教が可能になったのも、須野光教団、成井理事長をはじめとする成井理事長を中心とする須野光教団があったから、あったからこの度のご殉教も可能になった。そして日本で伊豆の目教区や東方の光教区の方々が立ち上がって今日こういう祭典を共に行わせていただくことができるのも、須野光教団があったからそういうことが可能であったと思います。と同時に、この間の、地上天国祭で私たちはメス様が長年信徒に歌ってほしいと願っておられたハレルヤコーラスをの合唱をさせていただきました。またメス様がメシア教、我がメシア教はキリスト教とこうして人類を救うんだとおっしゃった、あるいは脳一血の病の最中にあってもメシアとして新しく生まれるというメス様のご自責、全人類の雛形としてのメス様のご自責ですね、全人類が目指すべき道をメス様は お示しくださっていた、そういうすべてのことを我々は今教師様、メス様の御心をお受けになった教師様を通してそのことをお受けして、そしてそれだけではなくて現実的にハレルヤコーラスの合唱だったり、またキリスト教とこうするとおっしゃるそのメス様の御心が凝縮されたリーフレット のだったりをお受けしたり、そしてそれを
知り合いの方や友人に渡したりということで、瞑想の御心が今本当に実現する時が来たと、今教祖様はよく瞑想様を先頭にとおっしゃいますね。私がその言葉をお聞きしてイメージするのは、こう船があって、そして瞑想様が先導になって、そして我々を瞑想様が願っておられる方向に漕いで進んでくださろうとしてくださっている。そして今瞑想様が港で時が来たと、私は出航するとおっしゃって、瞑想様を先頭に進んでいく船に私たちは飛び乗ったと思います。飛び乗る決断をしたと思います。それは日本の信徒もブラジルの信徒も同じであったと思います。そのようにして瞑想様の本当に願っていることが、今我々恐れ多いことですけれども、その願いを我々の手で一つ一つ実現していく時が来たと、本当に人類を救う時が来たと、本当の意味で、それは確かに今もそうですけれども、困難、さまざまな困難があるかもしれません。山あり谷あり、笑いあり涙ありの道かもしれないですけれども、私はどこまでもそのメス様と共に先頭に、そしてそのメス様の御心を受けする教祖様と共に、そして信徒の皆様と共に歩んでまいりたいと思っております。そういうことを感じさせていただいたブラジルご殉教でしたし、また今のビデオを皆様と拝見してより強くそう思いました。本日は、ソレ大祭ですけれども、ソレ様ということに関して教祖様が私たちにお説きくださっていることについて、一つお話ししたいと思います。それは教祖様は、ご先祖様は許され救われ生きたものとなっているということを長年おっしゃってますね。そして我々は、果たしてそれはどういう意味なんだろうかと、というのは普通私たちはよく因縁という言葉にありますように、いろんな祖霊様の因縁があると、そしてそれをご先祖様にお参りすることによってそれを慰霊するという思いがありますね。ですので教祖様が、ご先祖様が許され救われ生きたものとなっていると聞くと、人によってはじゃあ何のために私たちは御霊にお参りしているんですかと思われる方もいるかもしれません。でも私は、教祖様がそういうことをおっしゃりたいのではないと思います。結局ご先祖様が救われているか許されているかということは、ご先祖様と一体である私たち、祖先の総合体といわれる私たちが許され救われ生きたものとなっているのか否か、我々は夜の時代でまだ許されなければいけない存在なのか、あるいは昼の時代に生きて神様の光に満ち満ちた存在であるのか、どちらかだと思います。それを瞑想様では、瞑想様は何とおっしゃっているのかと、瞑想様はお歌に、早すでに常闇の夜の過ぎけるを白で迷える子羊哀れと、早すでに常闇の夜は過ぎ去ったんだと、それを知らない人たちはかわいそうだなと、はっきり常闇の夜、夜の時代が過ぎ去ったとおっしゃってる。あるいは苦のシャバ、苦のシャバの時代は終わったと、苦のシャバの時期はもはや終わったのであるとおっしゃってる。このように教祖様も、そして瞑想様も、私たちがもはや昼の時代に生きているんだということを伝えてくださっていると思います。瞑想様は、さらに太陽が出たと、もう罪を許す太陽は出たんだとおっしゃってますね。
あとは戸を開けるかどうかなんだと。太陽が出てる、許しの光はあるけども戸を開けるかどうかということは、我々が許しの光がないと思ってればそれは開けませんね、戸は。でも許しの光があると思えば戸を開けるわけですから。ということは、我々一人一人が戸を開けるか否か、許された存在なのであることを認めるか否かにかかっていると思います。しかし、メス様がそのようにおっしゃってくださって、教祖様も許され救われ生きたものとなっていると聞いても、私たちはそのことで、それがどういうことかという自覚をなかなか持てないと思います。罪が許されたということは、簡単な言葉で言えば、無罪だと。全人類も先祖の方々も無罪なんだと、無罪だと言われているわけですね。私たちはメス様から、そして今教祖様から。普通無罪と言われると、裁判とかでも被告人に対して、あなたは無罪ですと宣告されたら、もう泣き崩れるような喜びのはずだと思います、本来は。しかし私たちには、その自分たちの罪の自覚がない、自覚がないから無罪と聞いても、あ無罪なのかと、昼の夜の時代終わったのかと、許され救われ生きたものとなってるんだ、へえというようなことで通り過ぎちゃってるのではないのかなと思います。メス様は、大前にぬかずくごとに涙しぬ、救われたりし好み思えばと、神様の御前に救われた自分を思って、思うたびに自分は涙すると。私たちにそのようなメス様のお気持ちが果たしてあるだろうかと。だけど確かに私たちは時によってはそういう思いを抱くことはできるかもしれない。しかし、ご神前の前に行くたび、朝夕にそんな神様に救われた存在である自分を思って泣くことがあるだろうかと。だけれども私は、今はその思いがなくても、神様はそういうメス様の思いを私たちが持てるように、今私たちを導いてくださっていると思います。その日々の生活の中で、いろんな悩み、苦しみ、葛藤がありますね。人間関係もあるし、そして、テレビを見ても、こんなひどいことが起こるのかということも起きたりしますね。それがやはり、それをただ、私たちは確かにそこでいろいろ感じていけないことだとか、いろんな思いが出るけども、同時に、あ、私は無罪と言われても何も反応できないけれども、もしかして自分の罪深さというのは、こういう自分自身の人に対する嫉妬だったり妬みだったり、いろいろ怒りが湧いたりする思いのことを許してくださっていたんだと。あるいはニュースを見て、いやひどいなと確かに思うんだけれども、あ、これはもしかして自分はこういう罪の姿を許していただいてたのかなというふうに少し思うことができたら、もしかしたらメス様のおっしゃる、大前にぬかずくごとに涙すると、救われた自分を思って、あ、こんな自分を救ってくださったんだ、こんな自分を許してくださったんだということを感じることができるかもしれないと思います。でもそのことを私たちは24時間しょっちゅう思うことは難しいから、御霊屋があって、そしてそこに向かう時には、朝夕その日何か抱えている自分の問題とか、いろいろありますね。私たちはあのことが悩んでるとか、このことに、あの人に対してこうだとか思ってることを、その御霊屋に向かう時にぐらいは、あ、そうか、あの日中はそういうふうにね、常にそういうふうに思うことは難しいので、御霊屋に向かう時ぐらいは、あ、そうか、これはこういう自分もそうだけども、自分の先祖もこういうところを許され救われてたんだと、あ、そういう、じゃあご先祖様と一緒に神様の許しをお受けしますと、御霊屋に向かうときに思わせていただく、
そして御神体がありますね。当然御神体を向かうときは神様はもちろん自分の中に全てにあるわけですけれども、それを常に思うことは難しい。だから御神体に向かうときに、あ、神様は私の中にいますと、大光明という光、許しの光は私の中にありますと。そして御尊栄に向かうときは、あ、メス様が私の中にいますと、メシアの皆をお受けしたメス様とメシアの皆が私の中にありますと。そして御霊屋に向かうときに、あ、そのメシアの皆にある許しを共にお受けしましょうねというふうに思わせていただくことができると思います。ですので、そういう形ある御霊屋、今新しい御霊屋もありますけれども、そういう形ある御霊屋を私たちがもし24時間神様に心を向けてご先祖様のことを思うことができたら、それは必要ないわけですけれども、私たちはいろんな生活とかいろんなことがありますから、そのために神様がそういう御霊屋という形を取ることを許してくださっていると思います。そして、その御霊屋といってもいただいて、何々家の御霊屋とねいうふうに狭く思ってしまうのではなくて、本当は自分のお父さんとかお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんにつながって、全人類のご先祖様が本当はその御霊の中に本当はいらっしゃるわけですから、だからその時に、あ、自分の父母とかおじいちゃんおばあちゃんとかひいおじいちゃんおばあちゃんのことだけをお祈りするのではなくて、あ、そのご先祖様、自分の身近なご先祖様だけではなくて、それにつながる全人類のご先祖様と共に、この神様のメシアの皆にある許しを、救いをお受けさせていただきますというふうにすれば、それは自分の家にある小さい御霊屋かもしれないですけれども、そこは我々自身が全人類のご先祖様と交流するきっかけとなる場となると思います。その許しという、許され救われたということで、教師様がお説きくださっていることは、決して御霊屋に向かわなくていいということではなくて、むしろ私たちはそのことをしっかりお受けして先祖様と交流するために本当に大切なものだと思います。そして神様の許しというのは、一言で言うと愛ということですね。神様の愛。そして私たちは許しというと、あの人は自分は許せるとか許せないというふうになるんですけども、本当は神様の許すという言葉があるということは、許されないものがあるから許すということがあるわけです。愛というのは、自分が許せるものを許したからといってそれは愛ではないわけですね。だから神様は本当に我々は許されざる存在だったわけです。本当は我々もご先祖様も許されざる存在だったのを許してくださった、それが愛ですね。自分が許したり好きだと思えるものを好きになったところで、そこに本当の愛はないと思います。人間ではその愛を持つことはできない。しかし神様の愛というのは、前言三次の無量無辺の大慈悲にとあるように、計りがない愛ですね。許されざるを許す愛ですね、神様の愛というのは。ですから、本日はそれ大祭ということですけれども、本当に私たちもご先祖様も全人類も許されざるを許してくださった、一方的に許してくださったんですね。私たちが何も徳があったから許してくださったわけではない、一方的に許してくださった、その神様の愛を共に本日皆様と共に喜びを持ってお受けしたいと思います。そしてこれからも皆様と共に、私たちのご先祖様と共に、全人類と共に、その神様の計り知れない無限の愛にお仕えしてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。